当局は、レイフ・ボーオン・ウィリアムズがスリー・クワイアーズ・フェスティバルに出品するため1910年に作曲した作品であり、作曲者の最初の出世作である。1910年9月6日に、グロースター大聖堂において作曲者自身の指揮と、ロンドン公共楽団員の演奏により初演された。後に1913年と1919 19年に二度に、渡って改訂された。 全曲の演奏に16分程度を要する。本作品で用いられている楽器編成は3群に分けられた弦楽合奏である。すなわち典型的な弦楽オーケストラからなる第1アンサンブル1パートにつき譜面台1台ずつの小編成による第2アンサンブル、それと弦楽四重奏である。印象的なのは ボーン・ウィリアムズが弦楽合奏のこのような空間配置をとって、オルガンに似た響きの印象を作り出していることであり、それによって弦楽四重奏にスウェルボックスの役割をさせている。本作を鑑賞すれば、必ずや教会内部の音響効果を想像することになる。本作は楽曲構造において、エリザベス朝のファンシー、またはファンタジーに似せられている。タリスの主題は、 全曲を通して3度にわたって聞こえるが、楽曲の大部分は、主題の構成素となる断片内詞はモチーフを基礎としており、従って、それらに変装も依拠している。楽曲が3分の1ほど進むと、主題に基づく副次的な旋律が最初ビオラ独奏で現れる。この副次主題が、最後の5分間におけるクライマックスを形作るので、ある。 トマス・タリスのフリギア戦法による原曲は、イングランド国教会の初代カンタベリー大主教、マシュー・パーカーのために捧げた、1567年の究曲の詩編のうちの一つである。ボーン・ウィリアムズは1906年に、イングランドの賛美歌、イングリッシュ・ヒムナルを肯定した際、その詩編を第92曲として取り上げた。タリスの原曲には、以下のような英詩が付けられていた。 タリス幻想曲は、ラッセル・クロウ・主演映画、マスターコマンダーや、2004年の映画、パッションに使われている。ニューヨーカー氏の批評家、アレックス・ロスは、自身のブログにおいて、映画、トロイの愛のテーマの音楽が、タリス幻想曲に類似していると指摘している。ありがとうございます。